だから笑顔でいたいんだ。自分らしく嬉しく夢を覗いたらちょっぴり見えちゃったの。ここにいる私たちにしかわからない不安とかもあると思うけど、積み重ねてきたものが少し認められた、それならなんとなくわかるで。